タイガース直前情報ボックス席数。さて今日もボックス席数のコーナーやりますよ。このコーナーではタイガースの試合直前の情報を球場と中継を結んでお伝えしていきます。さていよいよ本拠地甲子園に帰ってきました井川さん、ここまでのタイガースの戦いぶりどうご覧になってます？いやもうね、去年と全然違くてね、もういい滑り出ししてるんでね。よし、はい、あれにどんどん期待が高まりますが、はい、それでは届けてもらいましょう。甲子園球場から本日お誕生日の橋本アナウンサー。ありがとうございます。36歳になりまして私事でございますけれども今日誕生日。ただこの花散らしの雨もですね、そろそろ抜けていこうという甲子園球場です。阪神園芸さんの皆様の素晴らしい整備で4時30分頃にですね、内野シートが取られまして、ただ雨粒結構大きくなってますね。ただ午後6時に向けて、プレーボールに向けて現在試合準備が進められている甲子園球場です。さて放送の解説、今日は85年タイガース日本一メンバー中田義弘さんと、そしてタイガース前監督矢野昭弘さん、お二人です。お二方よろしくお願いします。はい、お願いします。いや中田さん、はい、昨日もタイガースはマツダスタジアム雨コールドでというゲームでした。今日はなんとかできそうですね。いやすごいです ね、まあ、それより今今日、はい、誕生日ということで。そうですね、すみません、僕は明日誕生日なんですけど。中田さん4月8日誕生日、はい、コウスケと1日違いなんですよ。そうなんですよね。いや、いやですね。いやそんなことおっしゃらずに。いやです。いや4月生まれコンビとしても、はいね、はい、お願いいたします、はい、そして矢野さんは、はい、去年までタイガース監督でした。そして放送席で野球をご覧になるのはかなり久しぶりですね。そうですね、7年ユニオン来てたんでね、はい、8年ぶりになるんですかね。そうですね、はい、今日はこの後ボックス席の中にもたっぷりと矢野前監督の話も伺ってまいります。ではまず今日のスターティングメンバーご紹介しましょう。スタメンキャッチです。ご覧のようになりました。1番から8番までは開幕から同じメンバーというタイガース、先発は開幕投手青柳というふうに発表されています。井川さん、はい、やはり開幕投手青柳投手、今日のピッチング注目ですね。そうですね、今日雨降ってるんでね、彼の天気だと思うんで、はい、彼の天気というところで中田さんもやっぱり青柳選手は雨にも強いと見たいですね。雨柳という、ね、相性も伝えられてますね。本当は嫌ですよ、もう滑るし。あ、ね、そうですよね、はい。さあそして今日のキャッチダキープレイヤーとしましては、私佐藤輝明選手を注目に挙げたいと思っています。今日も5番サード佐藤選手ですね、去年の甲子園開幕ゲームでも佐藤輝明選手のホームランがあってタイガース白星を飾ったというゲームがありました。今日もこの佐藤輝明選手のバットに注目というところです。この後午後6時からサンテリボックス席、放送の解説中田義弘さん、そして矢野昭弘さんとともにお送りしてまいります。タイガース甲子園開幕白星に向けて皆さんぜひご覧いただきたいと思います。以上甲子園球場からでした。雨がねまだちょっと心配な状況ではありましたけれども、井川さん、はい、今夜の試合に向けての期待度いかがですか？いやもう今日はね、まあ、本当序盤が大事だと思うんで、はい、雨がね振る舞いというか、ね、もう中止があるかもしれないんでね、なるべくも早めの展開を期待してというところですね、はいはい。さてあっという間に新年度最初の金曜日終えました。一条さん今ほーってほっとする。まだですよ、もうちょっとあります。いかがでした？いやなんか1時間あっという間ですよね。でもねまたね、徐々に皆さんの夕方の時間に馴染んでいていればと思います。また来週キャッチプラスお会いしましょう。この後で6時からはボックス席で